新たな変異ウイルスを生む環境を作りかねないなどとして、勤務医の労働組合が東京オリンピックの中止を求めました東京に新型コロナウイルスのホットスポットを作ってはいけないという思いです。でまあ新型 全国石師ユニオンの上山直人代表は厚生労働省で会見を開き政府に対し2ヶ月半後に迫る東京大会の中止を求める要請文を提出したことを明らかにしました国内でワクチンの接種が十分に進んでいない中多くの国から選手や関係者を受け入れると感染を拡大させたり新たな変異ウイルスが出たりする可能性があると指摘しています 上山代表は大会に向けて医療従事者にボランティアの依頼があることに不信感を示し今、医療従事者に求められる対応はオリンピックへの協力ではなくワクチンの接種と医療体制の確保だと話しました。